素晴らしい。こんにちは、マリダイバーです。今回の動画は珍しい撮影スタジオをご紹介します。人魚の学校の仲間たちと一緒に撮影会を開催したんです。人魚を撮影したいカメラマン、また撮影してもらいたいマーメイド必見の内容です。やってきました。こちらはフォトスタジオタイプニューヨーク、愛知県名古屋市西区にあります。閑静な住宅街の中にあって、看板もさりげないので最初どこだかわからずに道に迷ってしまいました。ここね、実はとっても珍しい撮影スタジオなんですよ。内部はコンクリート打ちっぱなしの壁、床、天井、スタイリッシュでまさにニューヨークな雰囲気です。でもパッと見特に変わったところはないようです。でもなんとなんと奥に進むと巨大な水槽があるんですよ。水槽は高さが 1.5 メートル、横幅2メートル、奥行き 1.5 メートル。大人が十分横になれる大きさです。壁はアクリル板となっていて、被写体をアクリル板越しに撮影することができるんですね。撮影風景はこんな感じ。写真を撮影されているのは愛知県常滑市にフォトスタジオアトリエレッドを構えるヤスさんです。水中に沈んでポーズを取ると、すかさずシャッターを切ります。裸眼なのでライトの位置からずれないように潜るのが結構大変でしたね。水中撮影って撮る方も撮られる方も難しいんですね。ご存知、人魚の学校のシェリーナ先生、チェルシー先生、人魚仲間のシレナさんとで交代交代に潜りました。ただ今回はほとんど動画を撮影できませんでした。メイクして着替えして小道具の準備、また他の方の撮影のお手伝いをしたり、自分が潜って撮影してもらう以外の時間ももうバッタバタで忙しかったんですね。なので動画はあまりないのですが、写真はたくさん撮影していただきましたので、いくつかご披露しますね。まずは今回の撮影会の企画をしてくださったフォトグラファーはるさん。水槽撮影はとても難しいのですが、一瞬一瞬の切り取り方が素晴らしいですね。コケティッシュな表情をうまく引き出してくださいました。続いてフォトグラファーやすさんの作品。ミステリアスな水曜、怪しい雰囲気にゾクゾクしますね。人間を水の中に引きずり込んで食べてしまうような怖さを感じます。こういうホラーの雰囲気、実は大好きです。そしてフォトグラファーリトさん、ファンタジックで優しい雰囲気、可愛らしく撮っていただきました。ふんわりと光に包まれていて幻想的です。見ていると優しい気持ちになれるような素敵なお写真です。いやー、面白いですよね。同じ被写体でもカメラマンの表現や技術によってこんなにも違ってくるんですね。リートさんの写真にありましたように、スタジオニューヨークさんには巨大水槽の他にもレトロな猫足のバスタブもあるんです。リートさんがアレンジしてくださったお花がとっても雰囲気に合っていますね。泡の入浴剤を入れてマーメイドの入浴シーンも撮影しました。モデルみんなでヒレを広げたり、小道具を用意したり、協力し合って撮影しましたよ。普段なかなかできないマーメイドフォトを撮影できて、参加者一同大満足の撮影会でした。いつも海やプールで泳いでいるマーメイドの皆さん、水の中の写真を撮影したいなら水槽のあるスタジオニューヨークさんをおすすめします。とっても楽しい体験になりますよ。あ、そうそう、ここのトイレは必見です。とってもおしゃれな空間なんです。ニューヨークの下町のような壁を背景に、ぜひここでも撮影してみてくださいね。